佐藤ひろこでしょうねを始まるよ。Ladies and gentlemen, this is 佐藤ひろこでしょうねを。こんばんは、佐藤ひろこです。佐藤ひろこでしょうねを、今夜は第142回目の放送です。12月26日日曜日、皆さんそれぞれいかがお過ごしでしょうか。年末です。あと数日で今年が終わっちゃいます。2021年、皆さんそれぞれどんなお年だったのでしょうか。今月はゲストの方がやっぱね、年末だからバタバタとたくさんいらしていただいてね、佐藤ひろこでしょうも本当に楽しい時間を過ごさせてもらって、普段聞けないお話なんかもいっぱい聞かせてもらって、あ、充実したなと思っているんだけど、この番組はお友達のお家に遊びに来てゆったりまったり雑談しているような、どこかほっとできる時間を共有する番組ですよね。なのにもかかわらず、私ひろこたんの愛するリスナーの皆さんとの触れ合いの時間がなさすぎるということで、今夜は年末メッセージ大放出スペシャル。メッセージを送ってくれたあなたのメッセージ、今夜読まれるかも読まれないかも、いや読まれる可能性が非常に高くなっておりますので、じっくりとあなたのメッセージ読まれるかチェックしておいてください。そして今月のメッセージテーマね、あなたの2021年どうだったって総評です。ぜひ聞かせていただきたいのと、もう一つ、四国はうどん県大好きというラジオネームのうどん県大好きが、あなたのエモい教えてという、ことをねメッセージ送ってくれて、私エモいが答えられなくて、もうこれはラジオ聞いてるリスナーのみんなから教えてもらおうということで、今月のメッセージテーマ、あなたのエモい教えて、2つね募集しているわけでございますので、こぞってお送りください。メッセージの宛先は CRT 栃木放送のホームページからお送りいただけますし、おはがきなんかでもお待ちしていますよ。郵便番号 320-8601 栃木放送佐藤ひろこでしょうねをがかりでございます。こちらにですねメッセージ送ってくれると、あれ、年賀状とか送ってくれても OK、 まあね、誕生日プレゼント送ってくれても OK ですよ。はい、お待ちしております。今夜は年末あなたからのメッセージ大放出スペシャルでございます。30分お付き合いよろしくね。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りします。まずは一曲お送りします。佐藤ひろこで奇跡。新しい色を染めよう、あなたが生きる世界に、赤黄色緑オレンジ混じり合ってゆく奇跡の中で、あなたがいて
大地があるあなたがいて私がいるよ父がいてあなたがいる母がいてあなたがいる犬のポチも猫のラリもみんな持ってる奇跡の中であなたの一と私の一を加えたらどんな奇跡起きるだろう新しい色を染めようあなたが生きる世界に赤き色お送りしたのは佐藤ひろ子で奇跡でした。佐藤ひろ子でしょう。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。今夜は年末メッセージ大放出スペシャルです。早速メッセージご紹介していきましょう。今月のメッセージテーマはあなたの2021年どうだったという総評と、そしてあなたのエモいを教えてというふうに募集しているんですが、意外にねエモさ送ってくれてる人がいたよ。こちら宇都宮市ラジオネームももちゃんありがとう。最近エモいと思ったことは、私がいつも見ているアニメワッチャプリマジのシーン。知らない、ワッチャプリマジだって。ちょっとさ検索してもいい？何それ。ま、ワッチャってワッチャワッチャって何そういうことよね。ワッチャプリマジ、ワッチャプリワプリワッチャプリマジグミっていうのが出てきましたけど、多分これじゃないんだと思うな。これやアニメや、めっちゃアニメだ。アニメらしいアニメだね。へえ、そうね、あの女の子が好きそうな色味、あーしいて言えばセーラームーン的な、姫ちゃんのリボン的な。姫ちゃんのリボン懐かしいな。姫ちゃんのリボン世代だよ私。はい、あでもこうねいろんな色があるから、いやちょっとセーラームーンよりかな、見たことないね。そっか、こういうアニメがあるんですね。はい、これのワンシーンがエモいなと思ったそうです。ももちゃん、ワッチャプリマジについて話をすると、プリティシリーズの新作、最新作で歌とダンス、ファッションで構成されるエンターテインメントのプリマジ。主人公の日々の祭りはいつかプリマジのステージに立ちたいと夢見ていたところ、魔法界からやってきたミャムからデビューしてほしいと頼まれ、プリマジのトップを目指すことになってしまうストーリーだそうです。そのアニメに最近ドハマりしていて、年を重ねるごとに、あんた年重ねるつってもだいぶ若かったんじゃないか。特に私は第9話がエモいと思っていると。緊張で人見知りのレモンちゃんが勇気を出して思い切りステージに立つという話で、今までレモンちゃんはプリマジをする前の姿は前髪が目まで隠れていたけれど、妖精であるタントちゃんが持っていたハサミを使って前髪を自ら切るというシーンがあったそうで、その姿にエモいと思いました。ひろこさんは今まで見たアニメの中で一番エモいというシーンありましたかというふうにもらいました。ありがとうございます。わかんない、なんで前髪を切ったシーンでエモ
ーいと思ったんだろう。エモいってなんだろう。難しい。これはもうちょっとこうエモいにまつわる何ですか、共通認識の例題が必要ですよ。ちょっとね、一曲挟もうと思ったけど、これ一曲挟むのやめますもうちょっとエモい話を教えてくれ。こちらはラジオネーム GPS 総帥、ありがとう。GPS 総帥ですと、ありがとうね、いつもね。私のエモいと感じる瞬間は、車窓から夕焼けを見た時です。栃木旅の帰りの電車に揺られながら、駅弁を食べながら飲むハイボール。駅弁とハイボールですか。一番美味しいやつじゃないですか、ね、え、一番世界中どこ探したって一番美味しいやつですね、うん。窓の外を見ると、日光の山々を影にして落ちる夕日と空のオレンジ色、日が落ちるとともに栃木県から出てしまう、栃木旅が終わってしまう切なさ、なんとも言えない哀愁と懐かしさを感じます。エモいの使い方よく分かっていませんけどね、というふうにいただきました。 GPS 送水私とナイトしたから、エモいについて使い方が合ってるか分からない説っていうのはね、めちゃくちゃ気持ち分かります。あ、でもね、私が思うエモいっていうのは、私も比較的こういう感じ、言葉じゃ言い表せないこの哀愁と情緒あふれる感じ、情緒あふれる感じっていうのを、それってじゃあ何って言われた時にうまく言葉で言い表せないのが、ももちゃんのね、そのレモンちゃんが前髪切ったシーンがエモいというのが、ちょっとなかなか難しかったですね。もうちょっといるかな。もう一人いますね、エモい送ってくれた。こちらはラジオネームプープーさん、いつも送ってくれてありがとう。この方どこの人なんだろうな。ぜひね、今度スマイマ教えてほしいな。プープーさんのエモい。ひろこさん、僕のエモいはこれ本当ですか、靴下の親指あたりに穴が開いてるのを見つけた時にエモいなと思います。ちなみにかかとがすり減っていって穴が開きそうだけど開かないというのもエモいなと思います。これで合っていますか。うどんけんさんと書いてあります。あの、うどんけん大好きさんですね、はい。靴下が穴開きそうっていうのってありますよね。私も結構気にしていて、あの、大人になるとさ、あんまりこう靴下になる機会ってないんですよ。なくない？あります？なんか小学校の時とかは上履きに履き替える都合がありますんで、毎日学校とかでさ、靴から上履きに履き替える時に靴下を見て、あ、穴開いてる、開きそうだなっていうのをなんか分かっていたけど、なんかね、あんまりどのタイミング、穴開く前に捨ててるんだろうな。いや、穴開いて捨ててんのかな。ただそれがエモいかって言われるとちょっとわかんない。もっと情報欲しいわ。これ来年にまたいじゃうよ。みんながもうちょっとエモいについて教えてくんないと。そうですか、ももちゃんの、レモンちゃんが前髪を切るシーンにエモさを感じ、GPS 送水の栃木旅から帰る車窓のこの景色ね、それにエモさを感じ、でプップの靴下穴開きそうね、これの共通点をどうか教えてもらっていいでしょうか。共通点が分かるよという方ね、メッセージは CRT 栃木放送のホームページメッセージフォームからお送りください。お待ちしています。さて、ここで曲をお送りしましょう。佐藤ひろこでハレルヤ。
りしたのは佐藤ひろ子でハレルヤでした。佐藤ひろ子でしょうネオ。佐藤ひろ子がお送りしている佐藤ひろ子でしょうネオです。まだまだメッセージをご紹介していきましょう。今月のメッセージテーマ、あなたの2021どうだった、総評です。教えてください。ラジオネームももありがとう。ももちゃんありがとう。とにかくいろいろありました。特に自分としての新たに変わるということで、今まで1年半頑張っていた部活を辞めました。辞めた理由はコンクール前に友達と揉めてしまっていろいろと嫌になり辞めたのです。でもそこから立て直してまた一から頑張ることを決意しました。来年は自分も受験生になるので、また新しく頑張っていきたいと思いますと、強い気持ちいただきました。ももちゃんありがとう。そっかそっか、一から頑張るのは立て直してね、ね、どんなことを頑張ろうとしているのか、まあ、受験に向けて頑張ろうという気持ちがあるのかなとは思うんだけど、ぜひね、また新たに走り出している姿、この番組にもメッセージで送って教えてちょうだいね。もも頑張れ。来年もきっと君にとってめちゃくちゃいい年になるよ。ありがとね。さて続いてメッセージ、2021年の総評 GPS 総帥からもいただきました。ありがとう。今年私の何汁何液これ何液なんだろう、これ何液、唾液や、唾液が何ミリリットル検査所へ運ばれたのかすごく気になっています。どういうこと。あ、なるほどね、はいはいはい。ちょっと一行私見落としておりました。これすごい大事な一行だった。毎週実施される PCR 検査で唾液を提出、今年私の唾液が何リットル検査所へ運ばれたのかがすごく気になっています。計算すればすぐに分かりますが、どうでもいいので計算しませんそりゃそうだわ。それはそうと、コロナのせいで配信ライブが増えたことが嬉しくて、もちろん生のライブに行きたいんですけど、応援したいのに遠方だから駆けつけられないとか、時間が合わないとか、その他もろもろ配信ライブがあるおかげで見ることができる、とても画期的で素晴らしいです。ショールーム配信ではひろこさんとの言葉のやり取りができますし、2021年はひろこさんを身近に感じることができたような気がしますと。ありがとう。いつもね、応援してくれる、そしてそばにいてくれるような感じになるんだよ GPS。 そしていつも本当にどうもありがとうね。君の PCR 検査で唾液がどのぐらい運ばれたかは本当に知らない。うん。だけれども PCR 検査のために、いろんな人の唾液が検査所に運ばれた総唾液リットル数は気になる。うん。でもまあ、やっぱり医療系とかで働いていらっしゃる方とかの、そんな唾液の話から流星かかってきたのがもう本当に私はなんか申し訳ない気持ちになりましたけれど2021年の総評としましては、はい、そうですね、たくさんの方の、唾液が PCR 検査のために運ばれた、それ何リットルだったか気になるという GPS 総帥。君は本当に、君の着眼点は本当にいつも面白い。楽しませてくれてありがとう。続いてラジオネーム栃木ひろ、ありがとう。2021年の大反省会、今年はマウンテンバイクにたくさん乗ってやるぞと思っていた。そう言ってたよね、今年最初の頃ね、栃木ヒロチャリンコいっぱい乗るっつって。一度しか乗れず今年終わってしまうということです。なので痩せもしませんでしたとあれ痩せますっては言ってたんだっけ、来年ね、あ、来年ね、今年言ってたんでしたっけ。あ、そうですか。私は栃木テレビのコーナーで自転車のコーナーが始まったんで、それのおかげで
結構自転車は乗らせていただきました。きっと栃木広より自転車乗っているけど筋力がそれでついたかって言われると謎深まるばかりです。いやもう本当にたくさんのメッセージ送ってくれて皆様ありがとうございます。最後もう一個いっちゃおうかな。こちらはラジオネーム鶴ヶ谷かな、ありがとう。ガラガラ、ひろこさんお邪魔します。実はもう一つのテーマエモいについて、あエモいについてもう一件来たじゃん、送りますということで、私のエモいはドラマ1リットルの涙です。主題歌も大ヒットしたし、ドラマの内容が涙を誘うシーンばかりで、寝室にテレビがなかった当時は親と見る機会がどうしても多くなってしまい、親に泣き顔を見られたくなかった私は茶の間で涙が溢れ出るのを必死で我慢しておりました。その後主演女優の方が激変されたお姿をワイドショーで見て拝見し、一気に夢から覚めてしまったのは言うまでもありません。あの時の感動を返してくれと主演女優さんには声を大に言いたいですというふうにちょっとわからなくもないな、ものすごくわからなくもないな。でもちょっと待って、エモいどこだった？私のエモいはドラマ1リットルの涙っていうドラマがエモかったんだって。やっぱり共通点がわからない。ももちゃんの、何でしたっけ、レモンちゃんの前髪切ったシーンのエモさと、GPS 送水の栃木旅からの帰りの車窓からのやつと、そしてプップの靴下の穴開いてたやつと、この鶴ヶ谷の1リットルの涙、頼む誰か共通点教えてくれ、頼む。ということで、もうずっとかかっておりますね。私を支えてくれた流星をこのまま最後までかけていきたいんですけども、この流星という曲の、もちろん曲自体も私は、まあ、エモ気味かなと思ってはいるんだけど、最後のコーラスの絡み合い、もうそこを音量を大きくしてやっと聞かせてあげますから、ここ結構エモいんじゃないかと思うんですよ。オールニューボーンソイナニーバースふにゃんとかって歌ってるんですけど、コーラスね、これ5声ぐらい入れてるんですよ。ちょっとその辺のひろこのエモさも知ってもらいつつ、ちょっとこうみんなのエモさの共通点これだっていうちょっと答えをぜひ来年でもいいので、気づいた方お送りください。 CRT 栃木放送のホームページのメッセージフォームからお願いします。それではひろこのエモいところよくお聞きください。どうぞこちらからどうぞ。お送りしたのは佐藤ひろこで流星でした。さあどうだった、エモかった、エモすぎて、ちょっと共通点ね教えていただきたいと思います。いや今年も本当にたくさんの方からメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。一つライブの感想が来てたので、読ませてちょうだい。GPS 送水ありがとう。先日はバースデーライブ2デイズお疲れ様でした。
笑って泣けて心が震えっぱなしの熱い時間でした。改めてお誕生日おめでとうございますと。 GPS 送水ありがとう。ライブに来てくれたみんなも、それから配信を見てくれたみんなも本当にどうもありがとう。40歳を皮切りに佐藤ひろこさん、年齢を公表しませんあ、言うかもしれないけど、40歳からはみんなと指で数えていってください。で、自分の中ではね、大々的にこう皆さんにお知らせするっていう感じとはまた別のところで、一つなんかこうやりたいこととかイメージみたいなのが固まってきたりとかしているので、それをきちんとした形でみんなにまた発信配信していけたらいいなとは思っています。今年も本当にお世話になりましてありがとうございました。来年の放送もう初っ端1月2日からです。来週ね、お聞き逃しなく新年一発目です。なので2022年のね、あなたの目標も一緒に聞かせていただきたいと思います。相変わらずメッセージは CRT 突撃放送のホームページ、メッセージフォームから送ってください。それでは元気いっぱい2021年お世話になりました。皆様良いお年を。この番組は介護サービスアイケアステーション、干し芋王国土崎農園、水道のことなら何でもお任せ株式会社水井、餃子ストラップでおなじみ石川畳店の提供でお送りしました。明日もいい日でありますように。してるか